黙祷。エドワルドネット、半身で受けます。スペースへ戻してきて小林、左足、中村健吾、シンプルな攻撃からフィニッシュまで行きました。フロンターレ、今のフロンターレの一連の流れは素晴らしいですね。切り返します、シュート壁から小林、クロス、イモレット決定機でした。レイソル、いや、よく止めましたね。今チョン・ソンビョン、足元、中村健吾へ、もう狙ったパス、追いついて折り返してきます。うわ、ナイスキーパー。ちょっと意外性のあるパスでしたが、ボレーシュート、小林優、今の見応えありましたね。レイソルはフィールドプレイヤー全選手が守備に帰っています。ゾーンで守ります。ヘッド、セットプレーで先制点。中村健吾から最後は谷口。いや、今のこのボールがまた素晴らしかったですね。このボールスピード、このボールの前あのカーブかかり具合。伊東純也はサイドだけではなくて中にもどんどん仕掛けていきます。あーと、コントロールミスだ。シュートはラストパスから追加点。うまい、ビルドアップでミスが生まれました。レイソル、中村健吾です。ここも半分以上はこれ阿部のゴールですね。中村健吾、引きつける、左を使って阿部、ワンタッチコントロールからシュート、もう一度阿部、ボレー、いやー、右小林、左阿部、中村は左を使いました。今うまく使いましたね。これね、右足でコントロールしたんですよね、これ、だからこれ左足でコントロールしたらもっと前でいい形でいけたんですけどね。返します、ディゴ・オリベイラ、シュート狙いました。まあ、一人でこうフィニッシュまで持っていきますからね。はい、さすがですね。この辺クリスティアーノ、フリ ー、決めた。1点を返します。竹富ですか。竹富です。やっぱり開きましたね。開きましたね。ここゾーンで基本的に後ろ、ああ戻りながら、うまかったですね、はい、これ。阿部、中村、サポートを待ちながら運んでいきます。自分で行く。あーと、これはいい判断でした。中村健吾、一発。周りを見ながらサポートが遅れて、中村健吾の判断は自分で行きました。
終了。2対1、フロンターレがレイソルを下しました。